今の教令院において静かな場所は知恵の伝道だけだ。そのためここにもう少しいようと思っていたが、河辺の奴がまた戻ってくるかもしれない。話を蒸し返されるのも面倒だ。場所を変えるか。完治してからは何もかもが違って見えるようになったの。以前訪れたことがある場所も今見るとまた別の感覚を覚えるのよ。ええ、健康は生活の基礎ですからね。以前もそれと似たような言葉をあなたから聞いたけど、今日になってやっと完全に理解したわ。まだどこか行きたいところはありますか？私も時間がありますから付き合いますよ。もし私が砂漠に行きたいって言ったら？もちろんいいですよ。そこに行けばちょうど私の友達も紹介できます。ただまずは準備が必要かと。物資を整えてから出発しましょう。今すぐ荷物を準備して、二日後の宴が終わったら砂漠を思いっきり堪能しましょう。はい、喜んで引き受けましょう。そういえば最近は準備もすごく順調に進んでいてな、自分でも信じられないほどだ。こんないいことが本当に砂漠で起こるもんなのか？もちろんよ。たとえ自分の運を信じていなくても、私たちのようにそのために努力している人は信じるべきよ。ああ、ゆっくりとやっていこう。この先もまだ多くの段階が残ってる。嬉しいことを言ってくれる。